はい、皆様おはようございます。今日もね、連日暑くて、昨日はまたね、都知事選でね、どうなるもんかと思ってね、一応期待していたんだけども、まあ結局ね、現役でね、まあ、保守だから、まあ結局ね、東京っつうのは公務員の人多いからね、で結局どう考えてもそっち側に寄っちゃうよね。だからやっぱ現職がやっぱ強いんだよね。で他のとさ、そのね、今回のさ、まあね、参加者、小池さん以外はさ、多分ちょっと面倒な人ばっかり だったからさ、だけど面白かったよね。やっぱね、若者がね、だんだんこう参画してきたっていうのは非常にいいことでね、やっぱりその、なんていうかな、政治をね、少しでも変えなきゃいけないっていうね、まあ機運がこう高まったっていうかね、まあ、いい感じになったんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そういう面では良かったなと。だけど、これね、相当、国際じゃなかった、国政ね、の人たちもかなりビビったと思いますよ。で、このね、ビビり方がやっぱ大事だよね。でね、結局、じゃあ、このね、小池さんがまた、知事になって、今までと同じようにね、何もやらない、結局公約だけで、何もやらないっていうものに対しての、要するに、どうかと思うっていうさ、動きね、っていうのが多分これから出てくるだろうし、国政についてもそうだよね。やっぱりさ、公約はね、その選挙の時だけでさ、でその選挙で受かっちゃうとさ、なんか偉そうな感じになっちゃってね、で結局さ、何もやらない、で結局公約っていうのはさ、その時だけでさ、まあ、会社でもそうだよね。まあ、今日うちの会社の方針会なんだけどさ、まあ、方針決めるけど、要するにやる人とやらない人っているよね。でそれって何かっていうと、常にこうね、うちの場合は3ヶ月1回こう方針会っていうのをやるんだけども、まあ、その方針会のたんびに、ね、一応確認ということでね、するから、要するになんとなくこうね、方向性がね、自分で決めた方向にさ、なるべく行くようにするわけだろ。だけどさ、もう政治家ってのはさ、ね、その当選したら結局公約はさ、そのまんまで、ね、その方針会とかないから、要するに、検証するとこはないんですよ。だから本当だったらね、毎月検証するなり、3ヶ月に1回ね、検証するなり、半年でもいいわね、1回さ、検証すれば、要するに公約がさ、違反なのか、違反じゃないのかってことがやっぱり分かってくるんじゃないかなと思うよね。でさ、消費税についてもね、要するに消費税反対してるのはうちの党だけですって言ってるけどさ、だけどね、消費税撤廃されないじゃんっていうね、減額もされないよねっていうことを考えたら、ね、言うだけ言ってさ、それでなんかね、偉そうに、言ってるのはうちだけだみたいなこと言ってても、それはさ、政治家としてね、ダメだよね。結果も出ないんだから。で、結果が出ないことについてさ、なんかいろいろね、偉そうなこと言う人いるわけだよな。だからまあちょっとね、これからの政治っていうのは、この SNS のね、要するに、県ではやっぱりね、その SNS がこうはね、だんだん波及していって、若者たちにいろんなことが分かるし、まあ、このおじさんでもね、いろんなこと言ってるからさ、ね、真実が伝わるわけだよね。でも、まあ、やっぱり、あまりにも本当のこと言ってさ、そのね、いうことで、結果的に、そのなんていうの、こういうね、YouTube ですらバンされてしまうっていうさ、ことがね、現状としてあるわけだよな。っていうことを、まあ、考えると、今度情報統制厳しくなるねってことなんだよね。で、ちょっと、そう、これね、なんか中途半端でいつもね、お話したんだけど、今度ね、8月の7日に、これは、なんだ、この間もね、曖昧に言っちゃったんだけど、福岡中央銀行の本店の7階ね、の会議室で、僕が、13時から15時まで2時間、なぜ資産防衛が不動産投資に向かうのかっていうね、テーマでですね、2時間お話をさせていただくことになっています。申し込みの方なんですけども、まあ、本当はね、これ出るかな、参加申し込みフォームってあるんだけど、で、この QR コードで、
この場合は QR コードで、参加できるんだけども、まあ、ファックスでもね、参加できるっていうことなんで、あ、申し込みできるっていうんで、ファックスはね0927627721ね、0927627721、これかな、このところにファックスしていただければですね、参加ができるということで、一応ね、参加がね、一応100人くらいの、なんかちっちゃい器なんだよね、大体僕の子って400人くらい来るんだけどさ、ね、100人でいいのかな、あのちょっと早めにね、お申し込みしていただいた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。お急ぎの方はね、これはね、ごめんなさい、言葉言った、あ、やべえ、消えてしまった。消えちゃった、ダメだな、操作方法がうまくいかないな。まあ、いや、なんか収まっちゃうけど、まあ、とりあえずね、ファックスでね、お申し込みいただいて、先着順らしいので、ね、ぜひ、ご参加いただいて、あ、そうそうそう、おまけもつくんですよ。ね、セミナー、ただで参加できて、さらにね、僕のね、なんだ、本当はね、不動産投資成功の方程式って、あの、朝日新書のね、本を、ね、配ろうなんてことだったんだけど、それがもう、現物がないので、今度ね、新書で出た、普通の人が億万長者になれる方法っていうね、まあ、不動産投資に関することも書かれているので、じゃあこれにしようなんてことで、一応それをね、参加者に、無料でね差し上げるなんていう、なんか大盤振る舞いのね、講演なんですよ。まあ、新栄住宅っていうね、会社が一応主催でですね、呼ばれてますので、まあ、よかったらね、ぜひ参加していただきたいなと思います。まあ、ということでね、このね、この間ちょっとね、うちの、まあ、奥さんと話しててね、今の若者についてさ、の件でね、まあ、うちの、まあ、子供とかですね、あと、まあ、たまたまこの間ね、お客さんと一緒に食事した時に、まあ、そのお客さんがね、お子さん連れてきてて、でその方がやっぱね、J リーグの仕事してて、お、じゃあうちの子、ね、息子を J リーガー呼ぶかなっつって、で一緒になったら大騒ぎになってね、結構話をさせていただいたんだけど、まあなかなかね、その面白い話になってね、でさ、やっぱり今ね、このほら、ゆとり教育ってあったでしょ。でさ、あとね、この教科書っていうものがやっぱりちょっとね、おかしいんじゃないかなっていうことが、要するに取り沙汰されてるわけだよね。で我々ってさ、教科書って小学校から中学校高校までね、使ってるわけだけども、要するにさ、その中にちょっと疑問符があってね、で疑問に思ってるんだけど、それって解決できないで、いつまでたっても。でまあ結果的にね、なんていうの、まあ教わったことをね、いわゆる試験というねテストで、答えてね、で正しければ、まあ、教科書に書いてあることは正しければ丸なんだよね。で僕みたいに、いや、あれ教科書書かかってること間違えてるよねっていうね、いうことについて書いたところでバツなんですよ。それがね、もうとにかく歴史っていうものが大嫌いでね、もうなんかさ、今は、まあ、大嫌いっていうか、歴史が大嫌いじゃなくて、歴史の教科書が大嫌いなんだよね、嘘ばっか書いてやがってさ。でそれが要するにさ、教育としてね教わってきて、でそういう教育を受けた人たちが、まあ、いわゆるエリートになって、で日本を動かすっていうことになると、やっぱりさ、いろんな問題出てくるよねってこと、まあ、今のね、まあ、中国台湾の問題とか、ね、あとは第二次世界大戦の問題だとか、明治維新の問題だとか、ね、疑わしいこといっぱいあるわけだよね。でそれをさ、真に受けて教わった人たちね、まあ、それ洗脳されてさ、世の中を動かしていくわけでしょ。おかしいじゃないですかって思うわけ。で最近僕ね、笑っちゃうのは、ね、その高校時代にね、そのちゃんと学校行ってたんだけど、要するに、さ、最近夢でね、
昔の高校時代の、ね、友達なんかが出てきて、お前最近学校来ないけどどうしてんのよって言うから、いや今会社忙しくてさ行けないんだよねって言ってて、お前そのまんまだったら卒業できないぞってさ、で教頭先生まで来てさ、お前このまんまだったら卒業できないぞって怒られてて、じゃあそのうち来ますみたいなさはーって目が覚めんだよそういうこと皆さんない？65だぜ、ね、65になってまでさ教頭先生怒られてるってよくわかんない人生送ってるわけだけどさ、まあなんとなくね、こういう仕事でうまくいってるわけだけどさ、だからまあちょっと話はそれだけどね。でさ、このね、今さ若い人たちの中でね、学校をさすぐ休むっていう人が普通にいるらしいんだよね。でさらにね、そのまあ学校出た後でもその癖でさ会社すぐ休むやついるよね。でこれね、ゆとり教育だけじゃなくて過保護ってこともあるだろうなっていうふうに思っていて、でそれがなんか最近ね、まあそれも病気のうちなんだなんつってて、でへえと思うけどさね、まあそれが本当に病気なのかどうかわからないもんね。で結局さ、じゃあそれがね、この社会にさ対応できないとするとね、この間ねテレビでやってたんだけど、なんか娘さんがね、そのなんか学校のに行かなくなって、ね、で今度会社にも行かなくなって、で結局どこにも行かなくなって、で親がずっとねその娘を介護してるんだよね。で、ね、娘はこうぼーっと起きたらさご飯食べて、ね、で疲れたら寝てみたいなことやってて、でそれをさ、ね、保護してるお母さんも大変だと思うけど、本人もさこれ将来どうなのかなって思わないのかね。だからやっぱなんだかんだのさ、やっぱ自立するっていうね、そのことについてやっぱりさ親もしっかりと考えてはいかなきゃいけないんだろうなと思うんだよね。で実際にね、まあこの身の回りを見てもね、またこうやって相続対策の仕事なんかしてるとね、やっぱりその子供さんがやっぱり成長してない、家庭って結構あるのよ。でそうするとやっぱり、さ親御さんがねいろんなこと考えてさ過保護にするだろう。でそうすると心配で心配でいらなくなるわけよ。でそうすると要するに、そのためにね、どうするかっていうことでさやってみたりね、まあ、この間のあの何、札幌のさ、ね、首取っちゃったお姉ちゃんの親だってさ過保護の延長線だよね。でそれってさ大人と子供でさやっぱりさ権威が喪失しちゃってるわけだよな。昔はねその親っていうのはさやっぱり少し権威があってね、まあ、こだわだ言ってたわけだよね、家庭の長みたいな形でね、でなんかそのあったわけだよね、その縦社会がね。ところがそれがなくなっちゃってさ、ね、お父さんに向けてねもうなんか友達みたいな、とかお母さんの友達みたいな、下手すんと部下みたいなやつもいるよねそれって社会がさ僕はどういう風な形になってるのかなと思っていて、で結局さ何ね、運動会ではさ順位を決めないとか、ね、リレーでは選手を選べないとかさ、ね、そんなことやってたら競争社会にさ耐えられない人ばっかりになっちゃうよね。で現実それを見てみたら今もう耐えられない社会になっちゃったわけじゃん。で結局ね弱体化が進んでさ、ね、その日本のですね、その人材っていうのが、まあね、優秀な人ももちろんはね、だからそこの部分がさ昔はそこそこ優秀な人ばっかりがこういてでやってたのに、なんか それがさこうパンとこうやっぱここが能力のね二極化が進んじゃってるのと、やっぱり所得の二極化が進んでるのと、あと社会のね二極化が進んじゃってるわけですよ。だからそこはねやっぱり僕はこの教育をね少し変えていかなきゃいけないんだろうなと思うんだよね。でまあね、今そのさ、まあ、いろんな何ていうのアレルギーとかでさ、ね、食事なんかもやっぱりこう、まあ、取れない人はいるわね、いっぱい。だけどそれはアレルギーの問題だけど、好き嫌いとアレルギー別な話じゃない。やっぱり給食なんかもね今あれらしいでしょ、この間ある人に聞いたら、ね、好きなもんだけ食べなさいと、で残してもいいの昔俺なんか残さず、ね、食べなさいって言われた人間からするとなんかさへえと思うよね。
で結局さ、そのお腹が空いたらね、なんか、なんかポテチとかそんなの食ってさ、ね、結局体を害してねみたいな形でさ、もうね、この日本の社会がさ、若者中心にさ破壊されてるってこと気がつかないのかね。うん、だから僕はあのね、今今回のね、あの都知事選だって、投票してる人たちはさ、みんなね、その年上の人とか、自分の利害関係のある公務員の人とか、まあ、そういう人たちが中心となってね、やっぱり結局現役が勝っちゃったんだよね。だけどさ、これね、若者が今回は少しね、参加して、で街頭演説にも若い人たちが参加して、でこれじゃダメだということでね、動いたってことは結果的にね、少しずつ変わってきてんじゃないかなってことでね、まあいい方向にね動いてるんじゃないかなと思いますよね。あとこれからね、まあ、いろんなことがありますよ。またねこれ言うとバンされちゃうからさ国がね強制的にやろうとしてることがあるわけね。でそれはさ、ね、やっぱりさ、国民のためじゃないものについてはやっぱり拒否するっていうね、それは拒否っていうかさ、自由でいいわけだよね。要するにね、このまあいいわ、それ言うとまたなんか俺その件についてはねすげえチェックされてるみたいでさ嫌なんだけど、ね、本来さ誤った政策はやっぱりさ、その自分でさ、やっぱこう何、その反省するなりするじゃない。だけど誤った政策は謝らないでよ謝った政策は謝らないでさ、でそのまま続行してさ、でそのまんま、ね、国民に押し付ける政治っていうのは僕は大きな間違いじゃないかなと思うんだよね。まあ、言ってることわかるよね。僕がバンされたこと知ってる人はみんなわかってると思うんだけど、まあ、だから今後ね、まあ、ちょっとね、まあ、今度はリアルのセミナーがね少しやろうかなって話になってるから、まあそこであれば別にね好き勝手なこと言えるわけだよな。だからそういう面ではね、少し皆さんにこう告知しておこうかななんていうふうに考えてます。でまたここのね、まあ本社ビルね、これ元湘南信用金庫のね三崎店を買って、で2階スペースが結構あるんで、まあ、ここでねこの地元の人とか、まあ、逆に言うと若者のねこのフィナンシャルリテラシーの合宿とか研修をしようなんてことを今考えてますので、まあ、とはいってもねこの番組の見るとね若者は24歳以下が 1% ちょっとしか見てないんでだからおじさんばっかしか見てない、おじさんおばさんしか見てないっていうね、ちょっとまあ、コミュニティがね若者に向いてないんだけども、まあ今度ね、この間ねもうだんだん我々ここに来てから個別相談結構ね、ガンガン入ってて、でそれの中でお子さんを連れてくる方がね増えてきたから、まあ、これは一つのチャンスだなと思ってるんだよね。だからやっぱり、全部のねその人たちに対して、何かをするっていうのはなかなか難しいけれども、やっぱりさ自分たちのこう身内というかね、仲間というかね、そういう方たちについてはやっぱりさ資産防衛についてもう少し深くね分かってもらって、で特に相続対策なんていうのはやっぱりお子さんが理解しなければ相続対策できないんですよ。だからそこの部分もしっかりとね継承できるような形に、子供の子ね今度教育しようということで、やってますんで、あとね今回またある方がですね、お子さんが、まあ、ある大学に行ってて、で不動産業を目指してるそうなんですよ。でね、できたら会長のところも、ね、CF ネッツ入れてもらえませんかねなんて言うから、まあ、入れるのはいいよと、ね、で宅建も取ってるって言うから、まあ、入れるのはいいと。だけどさ、ね、うまくいくかいかないかは別だから、とりあえずインターンシップに来なさいってことで、今度ねインターンシップに来るように、お誘いしたんだけどね。っていうのはさ、会社なんていうのはね例えば会社説明会とか、いろんな形でねリクルート活動で面接したとかいう時にね、要するにほら、かっこいいことは言えるわけじゃん。だけど入社してみたらこんなはずじゃなかったなるわけだよね。でだからうちの場合は大学生のうちにまた高校生のうちにインターンシップに来てくださいって言ってるんですよ。もうアルバイトね、ちゃんと最低時給も払うわね。でね、それで、うちの中枢の部署で、
まあ、営業はできないけど、まあ、中枢の部署で、まあ、縁の下の力持ちみたいな感じで働いてみて、で、上司とか先輩を見て、で、あ、これだったら自分もいけるな、いうことだったら、ね、正式に内定出してあげるから入社しなさいって言ってるわけだから、意外に離職率が低いってのはそういう努力をしてるからなんだ。だからぜひね、もし若い方が、あ、ね、不動産業、ね、特に不動産のコンサル、ね、の仕事をしたいという方がいたらですね、ぜひお声掛けいただいて、インターンシップに、ね、来ていただいて、いや、こんな厳しいんだったら、いや、ね、俺じゃ無理だ、言うんだったら、やめりゃいいんだから、ねね、で就職してないんだから、他の会社行けばいいわけじゃん、っていうことだよね。だからそんなことをね、やってますので、ぜひよかったらね、こちら、